男性シングル決勝、予選1位の野村選手の優勝に期待がかかります。予選6位のジュセッペ・ナポレオーネ選手、イタリアの選手です。非常にジャンプやリープは得意ですよね。上体のちょっと硬さが目立つ選手ですが、年々上手くなってきてると思いますよ。日本の強敵ですね。ジュセッペ選手6位に入賞しています。続いては強豪ブラジルのクラウディオ・コスタ・フランゼン選手、予選は4位でした。コスチュームやその動き全体の構成も非常に、オリジナリティあふれる、こう見せてくれる演技を持ってきてくれました。大変柔軟性がありましてね、キックが素晴らしかったですね。ただそのちょっと長身であるがゆえに、こうしなるような動きの決めが一つ弱かったと思います。予選の方がアピール強かったですね。そうですね、1回目の方がインパクトが強かったかもしれません。クラウディオ選手5位に入賞しています。続いて韓国のホン・ワン・ジェオン選手、予選は5位でした。もう最近急成長の選手です。非常に、野村選手を彷彿させるようなこうエアロビックらしい演技でですね、非常に爽やかな印象が残りました。今後期待が寄せられる注目の選手じゃないでしょうか。決勝の方がかなり生き生きと伸び伸びとした演技をしていましたもんね。ホン・ワン・ジェオン選手4位、 9.03 の高得点が出ました。続いてブルガリアからカロイアン・カロイアノフ選手、予選は3位でした。非常に難度の高い技をしっかりと決めて、その完成度が素晴らしかったですね。ジャンプも高かったと思います。一回転して、フロアに入りましたね。この柔軟性、瞬発力、男性もそういった体力のバランスも大変良くなりましたね。3位に入賞、 9.20 高得点ですね。続いて予選2位のオーストラリアのトッド・バトラント選手、はい、もう素晴らしい難度の高い技でですね、みんながもう圧倒しましたね。男性らしさをもう強くアピールしていますよね。体操がバックグラウンドなんでしょうか、ジャンプやキックは良かったんですが、そのベーシックなエロビックのムーブメントは一つ音楽のノリが良くなかったかなと思います。はい、この辺もすごいですね。2回転してフロアに入りますね。こういった素晴らしい難度の技が、目を引きました。一つ惜しかったところがエアロビックのリズムに、そのベースの部分ではそうですね、準優勝でした。そして予選1位の日本の野村健一郎選手、2年ぶりのシングル出場となります。7年間連続でワールドカップに出場されてますから、もう貫禄もこう一線を越えてるという感じが、世界の野村ですからね。はい、フロアの端から入るようです。その辺も見せてくれますね。綺麗な背中ですね。これも一回転入るんですね。でスプリットでフロアに入って、非常に野村選手のジャンプというのは力みがなくて軽やかなんですね。着地のうまさが、はい、もう一潮目を引きますよね。立ち技からこのフロアに移る時のこの流れというのがスムーズですね。そうですね、もうガツンとかいう音がしないんですよね。スッスッとこう切れるように動きが次々へつながっていきますね。このあたりもどうでしょうか。はい、もうプレスは得意技です。ちょっと予選の方が出来栄えとしては良かったかなと思いますが、また表情が豊かですね。この辺の野村選手のですね、ステップのこの連続性が非常にいいですよね。もうこれも綺麗な完璧なプッシュアップですね。バリエーションが増えても本来のプッシュアップのこう深さ、安定感が失われません。本当に軽やかですね。はい、キックが入った8カウントです。8カウントです。これは4回繰り返すのはかなり難度高いですね。きつい動きですよね。これから最後の追い込みです。この辺が、はい、トッド選手と違うところなんじゃないでしょうかね。こういった動きの連結性というか、非常にそのリズミカルな感じが、このような、難度の高いジャンプが入っても崩れないんですね。それがとっても素晴らしいと思います。ではさらりとアブドミナルカールが入りました。見せる工夫というのがありますね。
安定感のあるキックから最後フィニッシュ。この表情やったという感じでしょうかね。もう野村選手こう他の選手と一つなんか超えた感じがありますよね。 9.48 高得点を記録して野村健一郎選手優勝しています。